撮ってサビ以外は忘れましょう。サビ以外は分かんない。もう一回撮れない。皆さん今日はキャンドルナイト来ていただきありがとうございます。キャンドルナイトですね、2005年だったかな、一番最初にセンター北と南で行いまして、この南北ワークでも行ったんですけれども、今回何回目なんでしょう、ちょっと1回目と数えてないんですが、
センター北の駅であったり、南の駅であったり、南北ウォークであったり、中川という駅であったり、いろいろなところで私たち出没してキャンドルナイトを、やってます。このキャンドルナイトの趣旨なんですけれども、ここの続きの町がですね、どんどん建物が建って、とっても便利なお買い物ができる素敵な町になってはいるんですけれども、と同時にこの早淵川のように自然がたくさんあったり、緑道が15キロぐらいつながっていたりと、非常に自然が豊かな続き区になってます。そういった環境を守りながら、こういう都市の、商業施設と一緒に共存できていけるような、そんな街になっていったらいいなということで、キャンドルナイトをやっています。もともとのキャンドルナイトというのは、たまには電気を消してスローな夜を過ごしてみましょうというキャンペーンで始まったものですが、私たちもそれがすごい素敵だなと思いまして、今日まで何回か夏をやったり、クリスマスのシーズンにやったりということで、キャンドルナイトをやらせていただいています。たくさんの人の協力があってできることなんですけれども、今日は全部で600個のキャンドルをお昼のイベントの終わった後に4時ぐらいからですね、皆さんにお手伝いいただきまして、通りがかりの人も参加していただき、たくさんのキャンドルを飾ることができました。まだ早口川の、ね、川沿いのあちらの方ではワインなんかも出てますし、食事なんかもできるようですね。すごく今日夜までお店開いていただき ありがとうございます。今日はですね、演奏する予定ではあまりなかったんですけれども、やっぱ音がないと寂しいということで、急遽昨日夜一生懸命練習しまして、今日ここで皆さん、すいません、BGM 程度ですので、あまり期待しないで、ゆったりとした夜を過ごしていただくための、音楽だと思うので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。本当、まもなくね、ベーシストがつくはずなんですが、どうしたんでしょうね、うちのベーシストは。そうしますとですね、もう少しやや良い演奏が聴けるんではないかと思うんですが、私ですね、家が南山田2丁目に住んでまして、どうでもいいのかもしれないですけど、そちらの方からですね、家族の、であるベーシストがですね、今もしかしたらバスの